はい、皆さんこんにちは。前回はコックピットプレパレーションまで終わりましたので、本日はプッシュバックエンジンスタート、タクシーテイクオフまでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では始めていきます。コックピットプレパレーション終了いたしましたので、ここでクリアランスの受領を行います。Airbus Alpha Sierra X-ray 320 clear to New Chitose Airport as filed. Takeoff runway 34 left climb and maintain 10,000 feet. Departure on 125.525 squawk 6774. Airbus 320 read back correct.クレートニューチョスエアポート、イニシャルクライムが1万フィート、スコークが0677ですね。ではビフォースタートチェックリスト、コックピットプリパレーション、コンプリティッド、ティアピン&カバーズリムーブド、サインズオン、オート ADIRSナブ、フュエルクオンティティ、1610ですね。テイクオフデータセット、バロリファレンス2-9-9-2セット、ダウントゥザライン、でグランドコンタクト、リクエストプッシュバック。ナリーティグラウンド、エアバスアルファシエラ X-ray 320 requesting pushbackはい、プッシュバックアプローブド。ではビーコンライトオン。はい、ビローザライン、ウィンドウソアーズクローズド、ビーコンオン、スラスレバーズアイドル、パーキングブレーキセット、ビフォースタートチェックリストコンプリティド、パーキングブレーキオフ。 OK、 スタートプッシュバックですね。プッシュバック、ステアトゥザレフトリクエストします。ナリーティグラウンド、エアバスアルファシエラ X-ray 320 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. エアバスアルファシエラ X-ray 320 your request has been transmitted to the operator. ではプッシュバックストップをリクエストします。ナリーティグラウンド、エアバスアルファシエラ X-ray 320 requesting the end of pushback. エアバスアルファシエラ X-ray 320 request to end pushback received. はい、プッシュバック完了しましたら、パーキングブレーキセット、エンジンスタートを行います。スタートセレクターをイグニッション、エンジン2をスタートします。エンジン2マスタースイッチオン、NOK が 19.6% あたりになりましたらアイドルになりましたので、次はエンジン1をスタートします。はい、ナンバーワンエンジンもアイドルに達しましたので、エンジンモードセレクターをノーマル1、グランドスポイラーをアーム、テイクオフフラップは2セット、で APU ブリードオフ、APU マスターオフで APU をシャットダウンさせます。で、アフタースタートチェックリスト、アンティアイス。アンティアイスがオフであることを確認します。オフ、イーカムステータス。イッチェック、ピッチトリム。先ほど、0.0 をセットしました。0.0。ラダートリム。ラダートリムは0です。0。アフタースタートチェックリストをコンプリティード。リクエストタクシーします。まずタクシーの前に、
アシスタンスのところですけど、ここでタクシーロビンをオンにしておくとタクシールートが分かりやすいのでオンにしておくことをお勧めいたします。ではリクエストタクシー。 Derry the ground Airbus Alpha Sierra X-ray 320 with Mike ready to taxi IFR。 Airbus Alpha Sierra X-ray 320 taxi to and hold short of runway 34 left by a taxiway Echo 3 Kilo Sierra Sierra 2 Juliet Mike 1 Mike Hotel 3 Alpha 10Contact tower on 118.2 when ready. Taxiing hold short runway 34 left using taxiway Echo 3 Kilo Sierra Sierra 2 Juliet Mike 1 Mike Hotel 3 Alpha 10 Airbus 320. はい、タクシークリアランスを受領いたしましたので、タクシーライトをオンにします。で、トランスポンダーを ATC に控えます。ではパーキングブレーキリリース、ではタクシー開始します。ランウェイ34レフトホールディングポイントまで来ましたのでパーキングブレーキをセットします。はい、ではここでフライトコントロールチェックを行います。フルアップ、フルダウン、フルレフト、フルライト、ラダ、フルレフト、フルライト。でウェザーレーダーをオン、テレンオンエネルギー、ブレーキマックス、ね、で、ビフォーテイクオフチェックリスト、フライトコントロールズチェックト、フライトインストルメンツ、フライトインストルメントに、異常がないことを確認いたします。で、ブリーフィング、34レフトからテトライトデパーチャーのキミントランジションで上がっていきます。イニシャルは1万フィートですね。オートブレーキはマックスセット、その他変更なし。フラップセッティング、コンフ1プラス F、 V1 VR V2 フレックステンプ、 V1 125 VR 130 V2 134、 トガフレックスは本日は使えません。トガスラストで上がっていきます。 ATC は6774セット、 E カムメモ、テイクオフノーブル、コンタクトタワー、テイクオフクリアス、ね、Airbus Alpha Sierra X-ray 320 ready to go runway 34 left IFR to New Chitose. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 cleared for takeoff runway 34 left. はい、クリアドフォーテイクオフランウェイ34レフト。キャストロボン、ランディングライトオン、ノーズテイクオフ、Cleared for takeoff runway 34 left Airbus Alpha Sierra X-ray 320. はい、クリアだ。Takeoff runway 34 left。 ではブレーキリリース、ファイナルトラフィックチェック。ではテイクオフを行います。まずスラストを 50% でブレーキを離してトガスラストまで出します。で FMA がマントガ SRS ランウェイオートスラストブルーと表示されております。100ノットで100ノットで、V1、ローテイト。15度ピッチまでスッと上げていきます。ポジティブレイト、ギアラップ。Airbus 320
レバークライムが来たのでスラストをクライムに変更します。オートパイロットをエンゲージします。 AP1 ラブ3000フィートから加速していきます。 S を過ぎましたらフラップを上げます。フラップ数0、スポイラーをディスアウにします。タクシーライトをオフにします。アフターテイクオフ、クライムチェックリスト、ランディングギアアップですね、アップ、フラップス、リトラクティとパックスオンですね、オン、ダウントゥザライン、アルトスター 1002号、スピードアルト、アルティメーターは2992。はい、クライムメインテーン、フライテベル160ですね。FCR と16000にしてマネージでプッシュですね。スラストレバークライム16000ブルー、1万フィート通過でテレインオン ND をオフ、ランディングライトをでアクノレージします。 Climb and maintain 16,000 feet Airbus 320. Airbus Alpha Sierra X3320 Tokyo Center, continue to E4L13 as planned. Altimeter 29.902. 14,000 feet をトランジションアルト通過いたしましたので、セットスタンダードですね。でビローザラインバルリファレンス、スタンダードセット、アフターテイクオフクライムチェックリストコンプリティッド、アルトスター 1002号、クライメンテンフライテベル270、アルトセレクターを FCR と27000にセット、でマネージアルト、クライムフライテベル270ブル、このようにアークでは後ろのルートが見えないのでナブに切り替えますと旋回して後ろのルートまで見ますので、状況に合わせてまあナブにしていただいて、ルート全景を見るっていうのも可能ですので試してみてください。レンジを切り替えますと20マイルレンジにしますと一番外の円が20マイルになりますね。5マイル、10マイル、15マイル、20マイルと5マイル幅の円が出ます。これを40マイルにしますと一番外が40マイルになりますので、ルートに合わせてレンジを変えていただくことで、見やすくなると思いますので、ここで、レンジを変えてみてください。以上でエンジンスタートからテイクオフ、クライムまでの手順を行いました。本日は以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。次は降下からアプローチ、ランディングまでやっていきたいと思いますので、よろしければご視聴お願いいたします。どうもありがとうございました。